こんばんは、加藤慎司と申します。では、1曲、早速ですが、歌わせていただきたいと思います。短い時間ですが、よろしくお願いいたします。 Thank you.
ということで、ね、今日は寒いという予報とか雨、雪という予報だったようですけど、思いのほか天気も良く、雪にもならず、スタッドレスも履かずに済みました。良かったです。ただですね、油断してしまって前の晩に、しこたまもんじゃ焼きを食ってしまいまして、もんじゃ焼きとお酒ですね、ガブ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 、すいませんあの、やってしまったんで、次の今日うるせえあのなんだろうな、俺がライブやるとヤジが多いんだよなやめてください営業妨害あの、で、あの朝起きたらもう喉がとってもガラガラで、お酒入るともう全然声が出なくて、今日はとっても心配してたんですけど、まあ、とりあえず声が出たんでほっとしてますそれでは早速ですね、曲に行きたいと思います見諦めないですね。じゃあちょっとですね、お祝い続きなんで、またこの曲を歌わせていただければと、嬉しい人にお届けします。大人になる君。
はい、ありがとうございます。嬉しい、お勉強しました。本当に、僕の周りでは、この1年を通じてお祝い続きで、来年もとても お祝い事が多そうです。嬉しいことであります。そんなわけでこの歌歌うと結構疲れて全身全霊を込めるんでちょっと疲れてしまいますが、思いのほか時間があるじゃあちょっとアップテンポの曲を お届けしたいと思います。また、結構、ポップな曲なので、ぜひちょっと寒いでしょうから、ちょっと手羽先でもして温まってください。じゃあ、かけこしという曲をお届けします。週末ですから、もうあとわずかです。2週間ぐらいですか。ね、
お酒を飲む機会もあるでしょう、食べる機会もあるでしょう。皆さん胃腸にはくれぐれも気をつけてくださいね。あの今日もこれ多分打ち上げですから、昨日は仲間と、今年はあのたくさんいろんなこともできて、一緒に曲作ってやったり、一緒に練習したり、なんかとってもとっても楽しかったので、来年も一人ぼっちで演奏ではなくて、誰かとあのいろんな場で演奏できたらなと思ってます。そのための、まあ、作戦というか、ある程度進行してますんで、ブログ等、でも私のひらがなの名前で打っていただければ確認できると思います。拙いブログですが、そちらで、ライブ情報等、あるいはユニット情報等確認していただければと思います。そんなわけで、あの1曲ですね、最後はピアノでパラッと弾いて、次の方々につなげたいと思ってます。この場に見えない状態になると思いますが、ご清聴いただければ。見えないでしょで、あの実はこのピアノがあるっていうこの環境はですね、この、キャンドルナイトっていうか数あるライブの中でも人間会サロンぐらいしかないです。ですんで、ここで自由にこんな風にできるというのは、とってもいつも毎年なんかしでかしてやろうとこのピアノで思っていてんで、とても嬉しく感じてます。それではちょっと秋の曲になってしまうんですが、金木星という曲をですねお届けして、私のステージとさせていただきたいと。なんだこの堅苦しい、ね、あのじゃあお聴きください、金木星。Oh.